足が速くなる走り方。速く走っていくためにはポンポンボールが弾むような走りをしていくことが大事になります。ポンポン弾むためには着地の瞬間の形が大事になってきます。着地の瞬間に浮いているお膝、前に引き上げる方のお膝が少し体の前にある、前足のお膝を追い越すようなイメージです。これが着地の瞬間に足が後ろに残っている、これだとうまく弾めません。着地した足をお膝を素早く体の前に引き上げる、お膝を尖らせて素早く前に引き上げるという足の動かし方、引き上げ方が大事になります。そして足の下ろし方も大事になります。足の下ろし方、上がったお膝の真下に真上からまっすぐ捉えていくような着地の仕方をイメージしてください。そうなるとしっかり自分の体が着地足の真上に乗っかりやすくなります。弾む力を大きくすることができます。そして着地の瞬間に潰れないと、ここでガクッと潰れてしまってもこれはうまく弾めません。着地の瞬間に潰れずにお膝を前に出す、まっすぐの姿勢を作る、これらのことが揃ってポンポン弾むような走りができるようになります。そして腕をしっかり振り込むことでより弾む力を大きくすることができます。ポンポン弾むような走りを身につけていきましょう。